はい、皆さんこんにちは。今日は福島県のいわき駅に来ております。皆さん突然ですが、列車の種別変更ってどんなイメージがありますでしょうか？種別変更っていうのは、快速だった列車が普通になってみたりとか、急行だった列車が快速になってみたりとかってことで、とある駅まで列車には様々な種別があるんですが、それを途中で変えることを指しています。そんな種別変更、 JR で僕あまり行われていないようなイメージがあるんですが、いかがでしょうか？特に特急列車が JR の場合他の種別に変わるなんて普通はないと思うんですが、まあというのも JR の場合は特急列車と急行列車に特別な料金というのが与えられているからと思うんですが、なんと今日そんな JR のこれまでの概念を覆してしまう、とんでもない種別変更をする列車があるんですって。ということで今日はそんな種別変更をする謎の列車ご紹介していきます。では今回もよろしくお願いします。はい、ということで JR 常磐線のホームにやってきました。これ見てください。離島駅から先、偕楽園まで乗り換えなしでご乗車いただけますと書かれております。まあ、そもそも日立の LED 随分凝ってるなっていったところで、水戸駅っていうのもかなり不思議なんですけれども、水戸駅から先、偕楽園って水戸よりも東京の方にある気がするんですが、なんで偕楽園までなんでしょうか？さらにこの日立92号水戸行きと書かれています。特急ですよ。偕楽園ってまあ臨時駅になっていて、普通にここだけ見てみると種別変更なんて雰囲気は全くないわけではあるんですが、一体何が行われているんでしょうか？日立といえば全車指定席の特急、ちょっと気になるところ。ということで今日はこの日立92号特急列車にまずは乗車をしていくことになります。はい、ということで10時57分いわき駅を出発していきます。なお今回のこの日立92号ですが、始発駅は仙台となっておりました。ではいわきを出発した後の車内放送を少し聞いてみたいと思います。車内放送流れました。まさかあの自動放送が水戸行きに対応してるとはというのも僕の中では衝撃的だったんですが、まあ、それに加えて停車駅っていうのも普段とは違うような気もします。ただし偕楽園とかっていうところについては一切放送もなく、名鉄ではよく出てくるような種別変更何々駅からはなんていう放送も一切ありません。まあただそんなお話をしていてもしょうがないので、まずはこの列車の旅を進めていきたいと思います。常磐線では進行方向左手側上の方面の場合は海が見えたりっていうことで、結構綺麗な景色を楽しむことができます。で列車進んでいくと、まず今磯原駅というのを通過していきます。この磯原駅は日立の半分ぐらいの列車が停車をするんですが、この臨時列車、あくまで臨時なんですが、は通過をしていきます。それに続いて列車ある駅を通過するんですが、この駅ちょっと衝撃的です。ご覧ください。今通過をしていく駅、なんと日立駅でございます。日立です。この列車の名前ともなっているような結構大きい駅なんですが、なんとこの列車は通過ということで、全ての日立号現在日立駅停車をするんですが、今回の臨時列車っていうのはどうやら日立駅を通過するのがかなり驚きなところとなっています。さらに次は名古屋駅も通過していきます。名古屋駅も半分以上の列車が停車をするんですが、なんとこの日立92号は通過ということで、臨時列車らしからぬかなり速い快速を飛ばして走っていくイメージとなっています。では水戸の自動放送を聞きましょう。まもなく終点を水戸に到着いたします。常磐線、水郡線、鹿島臨海鉄道、大洗鹿島線はお乗り換えです。はい、ということで自動放送を聞いていただきましたが、この自動放送、
行き先というか終点が水戸駅ですで終点水戸ですなんて放送になっていました。いや、出張るならばちょっと待てと。でさっきのいわき駅の LED 水戸から偕楽園とか、いや偕楽園って水戸から先なのにもかかわらず一体どういうことやと。いや終点だったら偕楽園なんて行けるわけないですし、で今は自動放送に加えて肉声放送が流れているかと思うんですが、肉声放送でも水戸が終点とかこの先も列車が動きますよとかそんな放送は一切ないんです。種別変更についても一切ありません。いや多分こんな放送流れてきたら最初に偕楽園というものを見ていたとしてもここで降りる準備をしてしまうと思いますし、なんか種別変更も関係ないのかなとか何が起こるんだろうっていうところ起きるかと思います。で水戸駅に間もなく到着をするんですが、列車はかなりゆっくり入線ということになっています。で、まあ、この先、まあ、非常に大きな疑問がいくつかあるんですが、まあ、一つ僕が思った疑問は全席指定席で運転をしてきた日立号なんですけれども、もし仮にこの先走っていくんだったら指定席のランプとか車内の表示の指定席をまさかの自由席に変えるのとか、それとも日立号を見とって書いてあるけれどもここで行き先を変更するのとか、やっぱり種別変更なんて嘘で違った列車乗り換えるのとか、いろんなところ気になるかと思うんです。まあでもそんな話をしていてもしょうがないんで、まずは列車は水戸駅に到着。水戸駅到着時この列車に乗られようとする雰囲気なのかな、列になっていまして、なんかここが終点とは思えないような雰囲気となっております。じゃあということで水戸駅に到着をしたら駅ではどんな表示になっていたりとか、この特急列車が回送になっちゃったりとか、どんな放送が流れるのか、そんなものを聞いていきたいと思います。いただけましたでしょうか。この列車はこの駅から快速偕楽園行きとして運転をされるということで、あの日立号がまさかの種別変更というか、ここまで全席指定席で特急料金を取ってきた特急がなんと種別を変えてしまうっていうかなり不思議な列車となっています。じゃあここから先車内の表示とかどうなるのってことで見ていただくと、終点水戸で降りようありがとうございましたっていうのがまだついていて、左側は指定席緑マークのままとなっています。列車の横のところっていうのも水戸行きの日立92号のまんま快速になってるのに変えずにっていうことで出発。でも指定席ここまで使ってきたんですが、緑色のランプっていうのが点灯していたんですが、水戸からは一斉に赤ランプとなっています。まあ、なのである意味で言えば回送列車がこれ走っているのと同じじゃないということなんです。はい、いやまさかこんなものに乗るとは思えなかったなっていったところで、今回は全車指定席の列車がなんと特急列車から快速に変わっていくよっていったところになっております。でまたもう一つこれ気になるのが、偕楽園という駅は常磐線の駅で、実際はホームが片側しかないというかなり変わっている駅ということになっているんです。でホームっていうのもいわき方面にしかないよねっていうところになってるんで、あれ反対側どうやって入るんだろうとか非常に気になるところとなっております。じゃあこの先は一体どうやって動くのかなっていうお話をしていきたいんですが、列車は今ゆっくりゆっくりと走っております。今入ってきた駅は赤塚駅となっています。ちなみにここまで特に放送は流れずに赤塚駅に到着をしました。でここで常磐線に詳しい方だったらわかるかと思うんですが、水戸駅の次の駅は普段は赤塚駅となっていて、偕楽園っていうのは水戸と赤塚の間にあります。もう分かりましたでしょうか。赤塚駅っていうのは偕楽園駅の先なんで、普通は偕楽園行きの列車なのにもかかわらず赤塚つまりは偕楽園飛ばしちゃっております。
ちょっと待ってってことで、はい、なぜか偕楽園を今飛ばして列車は停車ということになります。でここで一旦に電気を落としたりとかっていうことで再び電気ついたわけなんですが、じゃあ次一体どういう風に動くんでしょうかという風に思っていましたら、今赤塚駅に到着をした後なんと逆走です。もうこれでいろいろと分かっていただいたのではないでしょうか。偕楽園駅っていうのはいわき方面にしかホームがないよねっていうところで、つまりは折り返しをしなければ偕楽園に入ることはできません。なので赤塚駅まで行ってまさかの方向を変えるっていうのが今回の列車のめちゃめちゃ面白いポイントとなっているわけです。偕楽園まで仙台から直接皆さんをお届けするっていう臨時列車、でも偕楽園には直接入れないしどうしようか、じゃあ折り返すことができる赤塚駅まで運転しようということになっていたわけです。でなんでじゃあ快速列車に変えるんだいっていう話だと思うんですが、これは多分です、これはあくまで本当に多分ではあるんですが、偕楽園という駅が臨時駅になっていて、上野の方から偕楽園に行こうとすると水戸駅までの乗車券が必要ですし、仙台の方から偕楽園まで行こうとすると赤塚駅までの乗車券が必要だということになっていて、少し計算がややこしい駅となっています。また特急券とかっていうのも発行はできないという扱いになっているようなので、そういったところも含めて、まあ、臨時ということで今回は途中から全車自由席の快速列車にさえすれば、そういった切符の煩雑さっていうことについては特に特急券は関係なくなるので、今回は乗車券のみ対応できて特急券っていうのはまあ置いておいてみたいな、そういう風にするために途中で種別選考をして快速列車として運転をしたんじゃないかなと思われます。さて車窓の左手側見えてきた公園みたいなところ、これが偕楽園となります。じゃあ列車偕楽園駅まもなく到着をしていきますので列車を降りていきたいと思います。なお偕楽園到着は12時27分となりまして、仙台駅を8時36分に出ているので約4時間ぐらいで偕楽園に到着をしたよということになります。もちろん直接来れるので便利だよというところにはなっているんですが、ちょっと時間がかかるなというところで、仙台から上野まで行った場合でも4時間40分ぐらいで行っちゃうんで、やっぱ臨時列車停車駅は今回ご紹介したように少ないというわけではあるんですけれども、見えないところで速度を落としたりということもあるんでしょう。やっぱり通常の日立号に比べて停車駅は少ないんですけれども時間がかかったよというところになっています。なおこの列車この後どうするのかっていう話なんですが、幕のところは相変わらず特急日立92のままで、なんと水戸駅まで運転をします。偕楽園号という名前で実は今回運転をしていたんですけれども、水戸止まりとなっているので、なんて言ったらいいんでしょうか、2回終点の水戸に到着をするっていうことになっています。それもなかなか謎だなっていう列車ではあるんですが、なんと今回はいわきから偕楽園までやってきてしまいました。はい、ということで今回はまさかの種別変更をするかなりややこしい列車、特急から快速に変わっていく全席指定の日立92号から快速偕楽園行きをご紹介させていただきました。なかなか面白い列車で車内放送とかもいろいろ変わるのかなと思ったんですが、実際は結構シンプルなものとなっていまして、水戸駅の表示は全て快速に対応していたよっていうところになっているんですけれども、実際は車内のところは日立92号のままで、水戸からある意味で言えば時が止まっていた列車の状態で走っていたんだよといったところになっています。今回のこの列車っていうのは水戸の偕楽園の梅のシーズンに合わせて運転をされた臨時列車となっていて、2月26日と3月5日の2日間運転をされたよという列車になるわけなんですが、日立をなんと快速列車として使うことができたりっていったところが結構面白い列車となっています。もちろん偕楽園駅っていうところ運賃のややこしさが生んだ快速列車の種別変更なのかなっていったところだと思うんですけれども、こんな列車もあったんだなっていったところを記録していただきますと嬉しいです。はい、ということで今回の動画は終了したいと思います。この動画が面白かったという方ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。